ただいま行っております洗車について簡単に説明させていただきます。洗車機は固定式で、車両は5キロ以下のゆっくりとした速度で洗車機に入っていきます。京阪電車にはいろいろな種類の車両がありますので、洗車機はコンピューター制御により車両に応じたブラシ角度を選び自動的に洗車を行います。洗車の際に使用する水の量は、先頭及び後尾車両の全面洗浄にそれぞれ200リットル、側面洗浄は1両あたり200リットルで、今ご乗車いただいている7両編成では約1800リットルの水を使用いたします。車両は速度15キロで走行しております。車庫構内は15キロ、これから入ります点検室内は約10キロで運転いたします。ここ寝屋川車庫の敷地面積は12万平方メートル、甲子園球場約8個分の広さで340両の車両を収容することができます。車両部門では日数や走行距離に応じた各種検査や修理・改修工事などを行っており、お客様に安全で快適な車両をお乗りいただけるよう努めております。今から入ります点検ピットは列車検査用の点検ピットです。列車検査は10日を超えない期間ごとに車両の主要部分を外部より点検いたします。こちらでは作業員4名で1日あたり5本から6本の列車を点検しております。
本日は正車で号にご乗車いただき誠にありがとうございます。車両は再び進行方向へ降り場に向かいます。ご注意ください。本日は洗車でご利用いただきありがとうございました。